癒しの水曜日より、マスターの運命シリーズ、パート2。人間は本当にマスタリーを達成できるのか。親愛なる皆さん、私はマグネティックサービスのクライオンです。そして、私はあなたに言うつもりです。そうです。でも、いつもそうだったわけではありませんし、あなたもそれを知っています。この質問をした人はどれくらいいるだろうか？何年も何年も修練を積み重ね、山頂で一人瞑想にふけり、孤独になることで達成できるかもしれない。私は磁気サービスのクライオンです。先月のメッセージをさらに発展させ、マスターの宿命と名付けたこのシリーズでお伝えしたいと思います。おかしな名前だと思うかもしれないが、まさにその通りだ。マスタリーと呼ばれるものの運命は何なのか？この惑星でマスタリーが姿を現し始めるような何かが起きているのだろうか？マスタリーとは何か？まあ、あまり陳腐でもおかしなことでもないが、マスタリーとはマスターが持つものだ。マスターは何を持っているのか？親愛なる皆さん、忍耐、思いやり、優しさ、愛に関しては、他のどの要素よりも優れています。あなたは、彼らを知っている。彼らは地球を歩き、そのことで有名です。彼らは、そのことで有名です。彼らが持っている奇跡とは限らないが、それは、彼らが他者にどのように接するかであり、動物や単に彼らと一緒にいたいと思う多くの人間でさえも、彼らの周りのすべてをどのように引き寄せるかだ。それが熟達です。あなたはそのことを一部の人にしか知らせていない。だから、人類が、一個人が、達観することができると考えるのは、まあ、最近に限ったことではないけれども、これは、今月4回あるチャネリングの2回目で、マスタリーの4つの属性を取り上げます。これが2つ目だ。それはこう定義される。マスタリーは反応しない。こう語る。逆に聞いたことがある人もいるだろう。マスタリーは観察し、反応しない。どちらも同じことを言っている。それは必ずしも人間の本質から予想されることではないだろう。目の前で誰かが動揺していても反応しないほど自分自身や周りのことにリラックスしているのが人間の特性だろう。しかしその代わりに全てを観察し質問を投げかけるのだ。この人は困っているのだろうか？今この瞬間に最も思いやりがあって親切なことは何だろう？そしてそんなことが可能なのかと言われるかもしれない。これが二つ目の属性だ。そしてここでもう一度あなたにお伝えしたいことがあります。それを可能にする何かが起きている。今人類に何かが起こっています。それは先月私がお伝えした情報と関係しています。親愛なる会員の皆さん、もし聞いていなかったら、それを探してきてください。今、このチャンネルを聞いている人たちは、メンバーでなくても自分でそれを見つけることができます。先月、第1回目のレッスンでお伝えした予言です。今、私はそれをさらに強化したい。会員でなくても、いくつかのプラットフォームで利用できる。会員になると、特別なエネルギーを受け取ることができます。会員でなくても、いくつかのプラットフォームで利用することができます。会員になると、いくつかの経験をすることができますが、私が提供するチャンネル、情報、生の情報は、最終的には、すべての人が利用できるようになります。私はそれを続けるつもりです。最初にメンバーに与えられる驚きがあるかもしれませんが、最終的には全体的な教えに落ち着きます。この教えは私のパートナーと彼のパートナーに与え、彼らの努力によって利用できるものです。親愛なる皆さん、これが言いたかったことです。この数年間、
繰り返しお伝えしてきた染色体の24番目のペアと関係しているのです。先月これが生まれ変わった古い魂のマスターテンプレートになるとお伝えしました。わかったかい。人間性のテンプレートとは何だろう。今現在人間がこの地上に到着した時、行動可能なアイテムのテンプレートはアカシックレコードに含まれる学んだこと、学ばなかったこと、経験してきたことの歴史である。それがテンプレートなんだ。それは常にテンプレートだった。そして今それはない。戻ってくる人たち、古い魂たち、ライトワーカーたちは現在もそして未来の世代も新しいテンプレート、どう振る舞うべきかの新しいソースを持ち始めています。それは地球上のすべての人間に含まれているもので、あなたの24番目の染色体に埋め込まれているものです。それが活性化されるのはアカシックなものを十分に経験し卒業に到達した人たちだけだと言えるかもしれない。卒業とは何か？それはあなたがシフトと呼ばれるこのエネルギーの中で自分が何者であるかを認識するのに十分なほど長くここにいてフィールドと共に働き始めた時です。親愛なる皆さん、そのためにあまり勉強する必要はありません。これは今この惑星のライトワーカーと古い魂に自動的に起こっています。私たちが属性と呼ぶもの、達人のエネルギーを人間が持つことは可能なのだろうか。ああ、スタンバイしなさい。それはすでに起こり始めているからね。あなたはそれを認識し始めるでしょう。ああ、でもそれ以上だ。これを聞いている皆さん、この惑星での最後の時間だと感じている皆さん、私はそれを認めたいと思います。それはあなたが考える最後の時です。あなたがここにいるのは、これが最後じゃない。次の時間は、また苦労しなければならないことも、今回学ばなければならなかったこともない、別の自分なのだ。リフレッシュし、若々しく、達人の種を持って目覚めるのだ。そして、そこから始まるのだ。子供たちだって、見て、認めて、言うだろう。何かが特別なんだ。私たちが期待していたような人間性がないのだ。その幸せそうな表情からラベルを付け替えられるかもしれない子供たちのグループ全体があるでしょう。そしてそこから始まるのです。クライオン笑い。多くの子供たちがそうであるように、手のかからない子供たちの何が特別なのかを見つけるために、子供たちは研究されるでしょう。それはやってくる。その一部はすでにここにある。新生児の目を見て、これは古い魂だと言ったことがあるだろうか？あなたはすでにそれを理解し、認識し、見ている。マスタリーはあなたのものだと言っているのだ。また、それについて教えられることがたくさんあることも伝えている。そして私の周りの人たち、私のパートナー、彼のパートナーに人間同士が知る必要のある、それを強化すること、それについて教えられることがあることを伝え始めている。親愛なる者たちよ、習得は目前に迫っている。繰り返しになるが、私たちはマスタリーの二つ目の属性についてよく聞いてほしいと言っているのだ。できるのか？マスタリーは反応しない。マスタリーは観察する。あなたは何かを経験し、あなたを巻き込んだり、非難したり、責めたりするような対立を目の前にしても、それに平静でいることができる人ですか？その代わりに、あなたはすべてを観察し、自分自身にこう考えるのだ。すごい、それがマスタリーだ。そしてそれは、やってくる。それはあなたのところに来ている。私は人類に恋している。そうだ、